はい、どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。さあ、今回も、アサシン・クリード・バルハラ、続き、やっていきたいと思行きい先まは？す。特に決めてない。王先に冠を威か張ってぶるる、だけ。意外な一顔面はだ。重し。俺は相当ひどいやつだと思ってアる。イバーに同行。まあ別にいいがね。俺さあ、も一お前には体嫌こだ。いつは何を企んでいるのおい、かそこの。正直わかりませんが、付き合うといたしましょう。おっと、酔っ払いがいる。危ない。しかも出来上がってた感が半端ない。さあ、エイボルとアイバー、差しで飲み会を開確か始。に俺は嫌なやつかもしれないが、お前のことはいい戦士だと認めてる。本当だぞ。骨なしアイバーにとってエイボルは友人だ。誰が骨なしと言ったんだ？ヒベルニアで殺したクズだ。腹渡で槍を磨いてやったけどな、奴は揺さあ、ら仕ぐ事葦ののように愚痴を動なんくかこ俺ぼを見して、ているア骨イなバー。しという。それ飲みをすぎ聞いててい立たるなエイいボからル。じゃなくてか？ここだけの話が聞けるじゃないかとちょっと楽しみなにるしておほりますが、どうなど。おんだ前いろずれそこへ行く。血の匂いを嗅ぎ、蜂蜜血をたらふく味わう。そして俺は斧を手に、高き者の隣に座る。ラグナルソンにふさわしい行く末だ。そう思うだろう。俺もハルフダンもバルハラへ行く。けど、ウガは、違う。あいつの栄光は俺たちと同じじゃない。かまっちまった。ウバの望みは何だ？どっかの農園で太ったジジイになって子供らに囲まれたいんだと。後継ぎが欲しいわけか。ありがちだな。戦士らしくないだろ。ドレングルらしくない。昔はそうじゃなかったのに。イングランドがあいつを軟弱にした。昔はどうだったんだ？俺みたいに強く獰猛だった。けどあんたみたいなやつはそうはいないだろう。そんな風に言われるのも久しぶりだ。まあとにかく昔の方が何でも簡単だったってことだ。そんなに気に食わないなら離れたらどうだ？それでも俺の兄貴だ。愛してる。どんな手を使ってでも昔の兄貴に俺みたいな考え方に戻してやる。俺たちは皆戦士だ。死ぬその時まで。さあ、どうやら飲み会は終わりのようだ。おっと、2人とも酔いが回ってきたのか。アイバーがダウン。さあ、エイボルも笑って、エイボルはどっかに行ってしまう。さあ、酔ってどこかに来てしまったエイボル。さあ、その場所は一体どこなんでしょうか。さあ、目覚める。毎度のことだが飲みすぎた。戴冠式を見逃したか。おっと、一般市民も寝ているが起きて逃げちゃった。さあ、というわけで戴冠式に遅れちゃうんで、ロングハウスに行かないといけない。残り170メートルほどかな。一体どれだけ飲んだんだ。全く思い出せない。さあ、食料ゲッチュ。さあ、そうしたら鉄鉱石もゲットしつつ向かうといたしましょう。あ、この上ちょっと険しい山道を登って、残りは80メートルほど。さあ、一体どこまで来ちゃったんだっていう感じですが、まあ戻る。一直線でよかった。なんかすでに始まってそう。急げ急げ。
さあなんとか到着。シグルドがすでにいる。そしてチェオウルフ王になるのか。そのチェオウルフもいる。さあサクソン男が話しかけている。いやまさに戴冠式を行うとしている。さあウバアイバー、そして前王のバーグレット、今まさに行われようとしております。私を探していたそうだな、古き友よ。ここにいるぞ。少し前まで統治者として座っていた玉座の前に。賢人会議が全員一致で下した判断を受け入れてもらう。あなたは統治者としてふさわしくない。退位していただく。国王の座を退き、王冠を従子チェオウルフに渡すのだ。マーシアは意思を表明した。王冠を誰かと思えばお前か。おお、確かにそうだ。許してくれ。正義の衣がその肩にまるで合っていなかったものでな。天が誤って私を王と判じていたというなら、どうかその曇った光を許したまえ。アーメン。さて私の王冠はどこだ。さあ王冠が出てきた。ああすまんな。見ての通り私は人前で膝を曲げたことのない愚直な男なのだ。とはいえやってみるとしよう。さあこれを。簡単な話だな。チェオウルフ王に忘れれば簡単に渡す。ただの一般人になったバーグレットを。なかなか渡さない。アンズルナ電磁出し渋っている。この王冠も異教徒の跋扈するこの王国も、この腹黒い連中の指示も慎んで放棄しよう。緊張が走っております。だがもちろん私のやり方でだぞ。要求は明快だ。まずは貴様らが。おっと殴られた。愚かな。バーグレット殴られてしまう。お前には何の影響力もない。さあチェオウルフ、そうそう、イライラが来たかな。そうか、悪かった。どうか命だけは助けてくれ。さあ慈悲を請うようでございます。どこへなりと行こう。さあこれは渡す。ほら。さあようやく王冠をチェオウルフに渡した。さあこれでマシア国王になったチェオウルフ王。さあそして一方バーグレットはローマに追放。さあ新国王の誕生でございます。承認する。正しき王、慈悲深き王、国王に神のご加護を。さあこれで一件落着となるんでしょうか。レプトンに進軍してる。お、誰か来た。レオフリス戦士だ。全くさあ一悶着ありそうだ。人手をかき集めて北と南の門に振り分ける。向こうの兵力を分断するんだ。チェオベルトがいるんだ。エイボン、息子を救ってくれ。死なせはしない。約束しよう。チェオベルトがいないから探さないといけないのかな。行け。さあ高速移動をしてきた。レプトン。我が目となれスニン。さあスニンを使って探すも今のところいなさそう。おっと、すごいところから大ジャンプをしてしまった。さあ回復しないとやばい。さあ下に降りる。
さあこの地下は一体何があるんだ。巻物書類。おっと敵がその前に来てしまった。倒さないと容易にちょっと捜索できない。さあこれでいいかな。お、拾う。リグの差が1項目。ほにゃららの王。サーガの断片、収集完了。収集か、収集完了。まだあるんだ、たくさん集めていかないといけないと。おっとネズミもいる。そして敵もいた。やられてしまった。ハンマーを持った敵。ジュガーだ。を見なかったか。いや、だがレオフリスが川を渡って西へ逃げるのを見た者がいる。レオフリスを追ってチェオベルトが行ってしまったと。価値があるのはマジか。どこ行った。さあとりあえず蘇生させてあげて。邪魔な敵は倒していかないといけないんだけど、ライフストーでチェオベルトを捜索しないといけないと。さあ謎のエリアやってきました。離島というか小さな島。ノース男がいる。さあ座ってお話を聞こうかな。あの歌、あんたはロングシップの乗組員だったのか。ああ、長い。まあ本来潮風に吹かれた髪を見て、この男の話を聞いてる暇はないんですが、まあゲームなんで星草みたいな、何とでもなると。何食われないように気をつけないとな。頭が回るな。しかも体つきもいい。しかしあんたはレプトンのとこにあるラグナルソンの野営地のもんじゃないな。見たことがない。別の選手団だ。あんたこそ仲間から離れて何をしてる。追い出されたのさ。もう老いて弱ったからな。足手まといになるだとさ。これからは遠くから戦いを眺めるのに慣れんといかんだろうな。恥ずべきことじゃないだろう。引退できるまで生き延びるものなんて数少ない。大したものだ。そうか、死に時を逃しただけじゃないか。昔は自分の育成が分かっていた。だが今はさっぱりだ。楽しむといい。海を渡り曲を作り、風に向かって大声で歌うんだ。楽しそうじゃないか。若いのに賢いことを言う。あんたと戦士団には明るい未来が待っている。私も微力ながら手伝おう。この鍵をやる。レプトンに行くことがあったら桟橋近くの私の家を探せ。正面に大木がある。そこには私の大事な宝がいくつかある。あんたにやるよ。もう私には使えんからな。光栄だ。老いぼれから若者への贈り物だ。オーディンの導きを、若き戦士を。スカリの家の鍵をいただいたと。さあこの人スカリっていうらしいね。レプトンに行くことがあったらあの戦士の家を探してみよう。さあそしたらメインクエスト、チェオベルトを探さなきゃいけない。残り 90m、 近いです。さあやられていないか心配だ。急いで向かおう。
このままでは危険だ。声が聞こえる。すぐそこで戦っているのか。さあ宝箱を探る。アイテムや矢弾を回収していくが、矢弾は持ちきれない。さあそれでは準備万端なんで向かいましょう。いました、チェオベルト発見。見逃してやれレオフリス、話を聞くんだ。さあレオフリスと共にいる。これはまずい状況だ。結構長い剣を持っております。さあチェオベルト、戦う理由はない。避難。ベルトンを強襲した、あとは時間の問題だ。理由ならまだある。さあこれからどうなるのか。誰かがな、レオフリスと戦うことになってしまった。レオフリスを打倒。激しい肉弾戦というか、剣の音がしております。さあこっちは斧。動きが鈍ってるぞ。とエイゴルもダメージを負っている。ちょっとライフが心配だが大丈夫そうか。おっと見切られてダメージを受けた。さあエイゴルもすかさず反撃する。じゃないとやられちゃう。さああと少し。オッケー、なんとか倒した。しかしまだレオフリスは生きている。さあこれはどうするんでしょうか。神に祈らないのか。この後の展開が気になる。私は死ぬまでバーグレット王に仕えると誓った。そして戦い負けた。辿る道は一つだ。栄誉ある男が不名誉な戦いに。さあそしてオーディンが出てきた。捨てた。自分ならその事実を知りたい。さあオーディンが出てくるときは何かしらの選択を迫ってくるとき。見逃されても生き恥をさらすだけだ。真実を知れば誓いを守ることもない。では選ぶがよい。真実か栄誉か。さあエイボルはどの選択をするのか。さてレオフリス、まあ生かすよね。何だって主人である王の、王であったバーグレットがローマに行っちゃったわけなんで、嘘をつけ。死を決意した男に嘘をついて。やつは忠誠を誓ったレオフリスのことを裏切ったも同然だから、己が助かる道を選んだ。ローマにちょっと全て無駄だった。レオフリスは行っちゃうんじゃないかな。忠義に熱いものを裏切った。万死に値する不名誉だ。エイボル、お前は思いやりを示してくれた。ここでね、殺しちゃっても何の得にもならないし、なんか崩壊的なのが残りそうなんで、この選択はまあ正しいかななんて思うけど、どうなんだろう。実際わからん。狂信者、時間がない。正体を気にするより巻物を燃やせ。まあ少なくともレオフリスにとっては不名誉にはならないからいいんじゃないかな。ローマへ行く。お、ローマに行く。さあ名誉を汚されないようにバーグレットを倒してください。さあそして一方エイボルタッチ。大丈夫か。チェオベルトを連れ、大丈夫です本当に、ラグナルソン兄弟のところへ移動しろと。この傷ならすぐ治る。ついてたな。エイボル、私は全力で戦った。さあハティを呼んで、襲われただけだった。相手にならなかった。隠れてればよかったもの。向かいましょう。お前の戦いではなかった。
いえ、私たちの戦いでした。あなた方と私と父上の手伝うのが務めです。務めは果たした。今日のお前は勇敢だったぞ。もう一人前だな。ネオフリスのことですが、見逃すとは思いませんでした。欺かれた男を殺しても名誉にはならない。奴は自分の王を信じてた。けれど真実を知った。そしてその真実から新たな道を得た。お前の評価は正しかった。我らを分かつ境界線は思いのほか細い。お前の言う通りだ。ああ、そういえば鍵を手に入れたんで解錠しましょう。あの年老いた戦士の家だ。持ち物を譲ったりと言ってたが、さあまずは宝箱を探る。鉄鉱石、毛玉の玉、独創的なノースの詩。さあこれは何だ。この箱には歌が詰まってる。これだけの数を書くにはかなり時間がかかったはずだ。あの老戦士に返そう。さあ彼のお家にあるアイテムをゲットしていく。これで全部だ。さあそしたらこの荷物はスカリの元に返してあげよう。さあもう一回戻ることになるとは。よいしょ。さあ降りて、これは船使わないとまずいね。ということで荷物を置いて、あれ、あ、できた。さあこの船を拝借して見えている島に向かうと。到着。さあ担ぐ。お、スカリまだいた。さあここに荷物を置いて、あれ、なんか進まないぞ。場所が悪いのかな。あの、置きました。置いたんですけど、あれ、反応がない。場所が悪いのか。場所はここら辺でいいはず。あ、これ座んないといけないんだ。あんたのお宝のいくつかだ。進んだ。おお、また来たのか。これでよかったようです。こんな私にわざわざ何の用だ。この箱にはあんたが書いた歌が詰まってる。これはやすやすと受け取れる品じゃない。いつか読み返してみたらどうだ。あんたが持っておくべきだと思う。おお、すっかり忘れていた。この新たな旅でやるべきことが見つかったようだ。日が暮れるその時まで存分に楽しんでくれ。夜中まで続けるかもしれんな。これであんたに感心したのは二度目だ。頼む、名前を教えてくれ。エイボルだ。エイボル。神々が許せば私はあんたより先にオーディンの宴の席に着くだろう。そこで私はあんたの話をする。あんたが席に着くとき神々は名を呼んで歓迎するだろう。さらばだ。ワールドイベント完了。オイボレ戦士。さあそうしたらラグナルソン兄弟のもとへ戻ってきたエイボルとチェオベルト。立派に見えるぞ。それだけ根性がありゃ一族の王者になれるな。王者ではなくマーシア王だ、アイバー。いずれはな。父上はどうされているでしょう。自分の目で見ろ。
テオウルフとシグルドも出てきた。お前は今やオドリングル、そちらの言葉で言う王子だ。王位を継ぐ立場にある、名誉ある称号だ。それゆえ正しい判断が求められる。信頼する相手はよく選べ。息子よ、無事だったか。はい父上、つつがなく。チェアベルトは屈強な敵と勇敢に戦い、あんたの名声を高めた。感謝する。さあこれで皆が一堂に会したと。祝福させてくれ。ウバとアイバーは多くの戦士を失った。感謝の意を表したいなら約束を果たすことだ。もちろんだ。イングランド全土に知らしめよう。マーシア王国に有力な王が誕生した。他の王国はお前が権力を得た手段を認めないだろう。我が王国内でも同じことだ。バーグレッドの兵はこの混乱に乗じ、マーシアの各地で我々に抵抗するだろう。それに関してはこっちで手を打つ。俺がオクセンフォード社まで走り、そこの者たちと同盟を結ぼう。同行した方がいいか。いや、俺が情報を集めておく。できればしばらくここで友好を深めてくれ。知らせは早めに送る。シグルド、マーシアが安定するまで息子のチェオベルトがここにいない方が安心できる。なるほど、チェオベルトを一時的にカラスの戦士団に置いてくれないかと。さあシグルドはどう答えるんだ。迎え入れるみたいですね。これで気も休まる。知らせを待て、エボル。次期連絡する。さあそしてシグルドたちは行ってしまった。イングランドはいずれ上から下まで我らが支配する。これをやろう。これは有効な証。ヒガのひずめに似てるけど何なんだろう。光栄だウバ。おっとアイバーもなんかくれるみたいだ。よし、俺も負けてられないな。それになんか兵士から拾ったぞこの斧。どういたしまして。今回の一番の収穫はこの友情だ。あとチェオベルトもか。勇敢な小僧だ。それを聞けて嬉しいよ。さてレオフリスは追っ手がいると言ってた。新しいクエスト、狩られるもの。巻物を処分しなければ死ぬまで狙われるらしい。クエスト完了。王冠をかぶる頭は重し。さあスキルポイント2をゲット。レデテスターシャー変換、大作りのサーガン。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。